ジュール・ロワはアルジェリアに生まれ、フランスで活躍した作家。20歳の時にフランス空軍に入隊し、第二次大戦中に空軍将校として体験した戦争の現実を描いた小説、幸福の谷までルノード賞を受賞。この他、アルジェリア戦争におけるフランス軍の弾圧や拷問を求断したアルジェリア戦争から私は証言する。 フランスの対ベトナム政策を批判したディエンビエン風陥楽ベトナムの勝者と敗者、フランス領アルジェリアの歴史をフランス人入植者の生活を通して描き、反植民地主義を訴えた六部作、大河小説、太陽神の馬たちをはじめとし、詩、随筆、気候、政治評論、回想録を含む約50冊の著書を発表し、アカデミーフランセーズ文学大賞、 フランス文化賞の国家文学大賞などを受賞した。ジュール・ロアは1907年10月22日、アルジェリア北部ブリダ県のロビゴに、フランス植民者の子ジュール・デジレ・ロアとして生まれた。小学校教員であった未婚の父と既婚の母との間に生まれた子であったことをかなり後になってから知らされ、深い痛手を受けた。これについては、晩年に発表した日記や回想録に詳しい。 彼は母、マチルド・パリについて夫を裏切ったが愛のために裏切ったのであり、これを過ちだと認めない反逆者だったと語っている。憲兵であったマチルドの夫は母子を追い出し、ジュール・ロワは同じくアルジェリア北部ミティチャ平原のシディムサに住む司会議員のおじのもとで母と祖母に育てられた。シディムサはアルジェ郊外の村で 母方の家系はこの地で農業を営んでいた。ジュール・ロアが幼少期を過ごしたミティジャ平原1918年11歳の時に聖職者を目指して神学校に入学した。ここでの8年間の教育が人格形成につながったと自ら認めている。1920年代にドレフィス事件を機にシャルル・モーラスを中心とするハンドレフィス派の 知識人によって結成された、王党派組織アクシオンフランセーズの思想に傾倒した。モーラスの思想は、当時はプルーストからベンヤミン、ベルクソン、アポリネール、コレット、アンドレ・マルロー、ジット、モーリス・ブランショ、アルチュセールまで多くの知識人に多かれ少なかれ、影響を与えており、ジュール・ロワは、彼の政治思想、改革思想の気高さと力強さに惹かれたという。また、 第二次大戦中に亡命先から著作活動による退読レジスタンスに参加した作家ジョルジュ・ベルナノスも当時はアクション・フランセーズを支持して機関紙に記事を掲載していたことからこれを読んでベルナノスの掲示を受けたと感じたアクション・フランセーズに加入することはなかったもののジュール・ロワは当初その思想に共感した右派であった1927年20歳の時に 聖職者になる希望を捨てて、フランス陸軍軍事航空隊に入隊した。聖職者から職業軍人への転向は、施策や瞑想から行動、冒険への転換であったが、道徳的な厳格さや規律を重んじるという点では、同じであった。また、航空の栄光の時代であり、戦闘機などの操縦士として活躍したジョゼフ・ケッセル、ジャン・メルモーズ、 サンテグジュペリラの作家も同様であった。ジュール・ロワは、第二次大戦中に戦闘機操縦士に捧げる詩を2冊発表し、サンテグジュペリア第一次大戦のエースパイロット、ジョルジュ・ギンヌメールの評伝も書いている。1939年、第二次大戦勃発。1940年5月に、ドイツ軍がフランスに侵攻し、6月に、フィリップ・ペタン・元帥が首相に就任すると、 ジュール・ロワは、ビシー政権を支持した。この年、彼は、最初の著書、ペタンによって救われたフランスを発表した。さらに、翌7月に、アルジェリアの北端、オランケン・メルス、エルケ・ビールで、フランス海軍の艦隊が、イギリス軍によって撃沈されると、連合国軍に対する不信感を募らせることになった。だが、1942年11月、連合国軍が、 北アフリカに上陸するとこれを指示し、都営して、イギリス空軍に志願入隊、爆撃機軍団に配属された。さらに1943年から45年まで、自由フランス空軍のロレーヌ爆撃隊に入隊し、将校としてルール工業地帯を標的とした攻撃に参加。1946年に、この経験に基づく小説を発表した。兵士の恐怖感や、 戦争の現実を描きながら、皮肉を込めて幸福の谷間と題した、この作品は、ルモンドが見に連載された小説であり、同年のルノード賞に輝いた。欧州戦終結後、1946年に勃発した第一次インドシナ戦争に参加したが、フランス政府の政策に反対して1953年に除隊。当初は反共産主義の立場だったが、 ナチスと戦ったはずのフランスが、インドシナでは自らナチスになるなんて、と、むしろ独立のために戦う、ベトナム人に共感した。除退時、彼は空軍大佐、空軍情報局長まで昇格していた。翌1954年のディエン・ビエン風の戦いで、フランス軍は撤退を余儀なくされ、ジュール・ロワは1963年に、この経験を、 ディエン・ビエンーの戦いとして発表した。レクスプレス氏受退した1953年から、同年、後の女性の地位副大臣、フランソワー,ーズ・ジルーと、ジャン・ジャック・セルバンイコール・シュレベールによって創刊された、レクスプレス氏の記者として活躍した。ジルーとセルバンイコール・シュレベールが、レクスプレス氏を創刊したのは、インドシナ戦争の和平解決を解く。 ピエール・マンデス・フランスを支持する活動の一環としてであり、マンデス・フランスのほか、作家フランソワ・モーリアックや、ルヌーベル・オプセル・バトゥール編集士官のジャン・ダニエルらが協力し、ジュール・ロワが参加したのは、同じブリダ県出身のジャン・ダニエルを介してであった。レクスプレス氏は、アルジェリア戦争中に、アルジェリアの独立を支持し、フランスの植民地主義を批判。ジュール・ロワは、 この編集方針を支持し、独立に反対する秘密軍事組織の標的とされた。カミューとの出会い1945年に、サンジェルマンイコールデイコールプレのカフェドフロールで、カミューに出会った。ジュールロワは、すでに、違法人を発表していたカミューによって、アルジェリアの現実に目が開かれたという。ピエノワールとして生まれ育った、彼にとってアルジェリアは、フランスの領土であったが、そうではなく、 フランスがアラブ人から土地を略奪したこと、そのようなアルジェリアについて自分が何も知らなかったことを知った、現在の自分があるのは彼のおかげだと語る。もう一人、特に重要な影響を受けたのは、アルジェリア北部、カビリー地方出身の詩人、ジャン・アムルーシュであった。ジュール・ロアはエクリチュールについて、諸女作から直接アムルーシュの指導を受け、カミュによって目が開かれたように、 アムルーシュによって心が開かれたと実感している。また、ジュールロワと同じく従軍した体験や戦争を題材にする作品を書いていたドイツの作家エルンスト・ユンガーも彼が死と仰ぐ作家であった。ユンガーの内的体験としての戦闘とラクロの危険な関係、そしてトマス・ア・ケンピスのキリストにならいてがジュールロワの軍人時代の鎮東の書であった。ジュールロワはこのか。 サッカーアンリド・モンテルラン、ポルトガルの詩人、フェルナンド・ペソアの翻訳で知られる詩人アルマン・ギベール、サンテグ・ジュ・ペリ、アンドレ・ジットラの影響を受けた。アルジェリア戦争から私は証言するカミュが、事故死した1960年に、アルジェリア戦争から私は証言するを発表。フランス軍によるアルジェリア民族解放戦線の活動の弾圧や、拷問を容赦なく批判し、物議を醸した。 アルジェリア戦争についてはそれまで事件の鎮圧、平定作戦といった言い方がされていたが、初めて一冊の書物として、アルジェリアの現実を伝え、脱植民地下へと世論を動かすことになったのである。本書は、1957年に民族解放戦線を支持し、フランス軍の脱走兵をかくまうために、地下組織、ジャンソン機関を結成したフランシス・ジャンソンを中心と、 スルスイユ出版社のアルジェリア関連書誌の一冊として、刊行された。ジュール・ロアは1960年代にこのほか常日のペタンの人物像の最高大いなる失墜フランスの対ベトナム政策を急断する、ディエン・ビエン風陥落中国気候、中国で経験したことなどの歴史、政治評論、体験記、随想を交えた著書を発表した。 アルジェリア独立後の1967年から1975年までの8年をかけてアルジェリアのフランス人入植者の家族を描いた6部作、太陽神の馬たちの執筆に専念した。1930年から1962年までのフランス領アルジェリアの歴史を描いた大河小説であり、フランスの植民地主義を求断するこの作品は1980年に フランソワビリエ監督によって、テレビへ映画化、1時間番組12話として放映され、ジュール・ロワの名を一般に知らしめることになった。ベズレイの丘、頂上にサント・マドレーヌ大聖堂晩年は、ブルゴーニュ地方、コートドール県のモルバン山岳地帯、ついで、マグダラのマリアの日後のもとに最後を迎えたいと、ユネスコの世界遺産、サント・マドレーヌ大聖堂があるベズレイを、終わりの住処かに選んだ。 ジュールロアはこの地で、ベズレイに関する著書、マグダラのマリアに捧げるし、アルジェリア内戦の最中、母の墓参りにシディムサを訪れた後に書いた、母にさようなら、私の心にさようならのほか、回想録、野蛮な記憶、全参巻の日記を執筆、発表した。1999年に、ヨンヌ県議会が大聖堂のすぐ近くにあるジュールロアの、この家を、文化、 歴史資料館にするために購入。この時、彼は、原稿、蔵書を含む書斎を寄贈した。2000年6月15日、ベズレーにて92歳で死去、ベズレー墓地に埋葬された。カトリーヌ・タスカ文化賞は、多作な作家で、今世紀の大規模な解放戦争に参加した気象の荒い軍人、怒りっぽいけれど、すぐに優しさを取り戻す人として、広く知られ、 愛された人と評価した。リオネル・ジョスパン首相は、インドシが、そして、アルジェリアにおける、フランスの植民地政策を批判し続けた、一貫した、独立心を称え、太陽神の馬たちが、フランスとアルジェリアに、共通の歴史における、植民地時代について、感動を呼び起こし、かつ、反省を促す作品であることを評価した。ありがとうございます。